今回の雑学はこちら。雪山で遭難して雪を食べてはいけない理由と。例えば雪山で遭難して食料がなくなった時に腹が減ったからといって雪を食べてはいけないと。食べてしまうと体が冷えて脱水症状になって死亡する確率が上がると。食べるのではなくて木で溶かしてから飲むようにするといいと。ちなみに意識が朦朧として眠くなった時はですね、寝袋がある時は睡眠をとって体調を回復させることが大事と。死亡するケースとしてはですね、歩き回って体力を消耗して死ぬことが多いと。はい、ということです。